はい、では解説していきたいと思います。今回は大石正義さんバージョンのカブトムシ解説していきます。この時にカポ7なんですけど、カポ7につけるとチューニングが結構ずれちゃうので、カポに7につけたらもう一回チューニングしてみてください。ギターによってはかなりずれる場合があります。注意してください。はい、では弾きます。で、弾き方は、右肩の弾き方っていうのは、最初にベース音とそのコードのベース音と、人差し指中指でこうコードを弾いて、こんな感じです。最初はこんな感じ。この人差し指中指薬指は321弦か432ですね、パターン的には。でその次に人差し指と、次に中指薬指のセット、こんな動きですね。だからそれを一つやるとっていう感じの流れで全部弾いていきます。はい、じゃあちょっとやってみましょう。 A メロから。悩んでる体がつくて、指先は凍えるほど冷たい。だからコードが Am7 と D7 はちょっと早いですよね、コードチェンジが。なんでコードチェンジしたらまたベース音も入れると。冷たいという感じで。で、F シャープマイナス7はちょっと、本人は多分こう押さえてるんですけど、人差し指6弦。僕はちょっと押さえられなかったので、中指を6弦にして、制覇みたいな感じで押さえてますね。で、どうした？早く言ってしまえそう。この D7 音 A が出てきます。これは、中指を離す感じで。言われても私は弱いっていう感じですね。これが、まず A メロちゃん。で次が B メロちゃん。B マイナー7ですね。この B マイナー7も押さえるとき、人差し指と中指が3弦で、薬指が2弦の3フレットっていう感じ、形で押さえていきます。この時に4弦を鳴らしちゃうと、鳴らしちゃうと、ちょっと違うコードになっちゃうんで、ここはミュートですね。なんで弾くときは、この Bm7 のときは、1、2、3弦ですね。高音源鳴らすのは。スピードを通したメリーゴーラン。で、この、3弦、2弦は押さえるとこ一緒なんですけど、音 G のここを押さえたいので、人差し指で、中指の代わりを押さえて、中指は今度6弦の方いきます。で、今度 AF シャープそのまま中指で。ちょっと本人もどうやって押さえていくかわかんないけど、前こんな感じだと思います。はい。白馬のたてがみが揺れる。これが B メロ。次がサビですね。ちょっと難しいです。D からですね。少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ、この G マイナー6、まあ調べれば出てくると思うんですけど、この人差し指のこの4弦の2フレットが肝ですね。甘い匂いに。で、この F6 が結構出てくるんですけど、本人もなんか2パターンぐらいで押さえてるような感じがしますね。僕は、サビのとこは、歌うときはこういう感じの形でいても、押さえ方。6弦は親指で。で、小指で2弦3フレットの、まあちょっとこの辺に乗せておきますけど、こういう感じで押さえて、あまりさすに誘われた私はカブトムシで、流れ星流れる苦しい嬉しい胸の痛み、生涯忘れることはないでしょう。あと一緒ですね。生涯忘れることはないでしょうっていう感じになりますね。これがサビ。
ちょっとね、この G から F6 まで入る中でちょっと難しい、多分普段押さえてないことなんでちょっと難しいと思うんで頑張ってください。で次が、1番と2番の間の間奏、ないでしょう、ここまでまあほぼ一緒ですね。でここの時に F7 の6っていうのが出てきます。押さえ方がこう F7 を押さえてで6の音で弾いていく時に小指離してなんか、人差し指も離してっていう感じでなんで、2弦3フレット1弦1フレットで、3弦2フレットっていう感じの流れで感じの感想です。どうでしょう、弾けますかね。ここ難しいですね。頑張ってみてください。なんでここはさっきの F6 とはちょっと違う押さえ方になりますね。 F7 の6ってなんでちょっと似てるけど押さえ方は全然違います。で、2番は同じように弾いてって最後のラッサビのとこだけちょっとコードがちょっと増える、1個しか増えないですけどそこだけちょっとやってみますね。生涯忘れることはないでしょうってここだけですね。Em7 Em7 の音 A から F シャープのディミニッシュ、ね、半音上がる感じでよく出てくるんでこれは、チェンチェンで Bm7 につなげると、で生涯忘れることはないでしょう、で最後のエンディングここもさっきと一緒ですね。で最後 A7 のマイナス系の13かな、ちょっと変わったコードが入るんですけど押さえ方はそんな難しくない、こういうこうあいい感じの音ですね、ジャジーな音です。弾いて最後 D で締めるという感じになります。どうだったでしょう、ちょっと駆け足だったかな、ちょっと夜になりかけてるんで僕もちょっと焦って撮ってしまいました、まあでもコードをこう流れでこう弾いていけば、あと右手の弾き方は単純なので練習していけば弾けると思います。僕もちょっと弾き語りでね挑戦してみたいと思いますのでお待ちください。では次の動画もお楽しみに。ポン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 。